どうもランスの勧誘です。ご視聴ありがとうございます。今回は所属軍団に先行使いがいない方へ向けての先行動画になるんですけども、私ねちょっと最近動画と動画を合成することを覚えまして、今回はまあ無駄なところがカットできているということで、まあ4つの攻めを紹介させていただけたらなと思っております。そしたらご覧ください。はい、こういう陣形ですね。まず援軍を釣りましょう。寝返ってしまったんですけど、なんとかギリギリ援軍を引っ張ることができましたね。で、援軍処理ですね。これ性能士が殺されると、援軍の方向は変わるんでね、ちょっと注意が必要だったんですけども、これね、勇士の方がどう考えても近いのに勇士を無視してね、演武場に行くのはなんでなんでしょう。でこの将校はこの城の左上の奉仕塔に届けばなということなんですけど、ちょっと遠いですよね。さあ届きますでしょうか。で長領はね、この右の奉仕塔、今ダメージ入ってますよね。あっちにそれてくれたらなということですね。うまいことあっちに行ってくれましたね。でこの主君は、将校がちょっと中の奉仕塔に届きそうにないなということと、まあ、射撃塔がね、だいぶ左側に残りますので、それをまあ壊してもらおうということで出しております。長領が結構、ええ仕事してくれてますね。そうすると、まあ、中に、この奉仕塔が2つ残ってるんですけども、これ将校はね、なんとなんと壊してくれるんですよね。これで勝負ありといった感じですかね。あそこはまあこれ呂布スキルちょっと早めに出したんですけどね、呂布のスキル範囲内ぐらいに、まあ5つの防衛施設、5つ以下の防衛施設がね収まるぐらいのタイミングということで出してます。そしたら、あとは、射撃塔が、兵衛台の右に、一つだけなんですけども、これは、この流星度が壊れると、直にターゲットが取れるようになるので、こうですね、ここでダダダッと、こう、頓光兵を出してですね、なんとか壊してしまおうかなということですね。はい、なんとかたどり着いて壊せましたね。あとはぼちぼち壊していくだけなんですけども、寝返ったので天下でまあ処理ということですね。そこそこ壊れてきたので敵を掃討しろ、リョムを出したわけなんですけどね。なぜ上かと言いますと、なんか最終的に上の施設の方が残りそうだなと思ったんですよね。なんで上から出しました。この軍旗とか帝王大軍がね、結構こう狼でターゲット直取りでね壊れることが多いので、まあそれで壊せるかなということで上から出してます。そしたらこんな感じです。援軍もいないという感じで、中に射撃塔も奉仕塔もないので、ボーナスステージのように見えるんですが、注意してほしいのはこの防衛のね、自爆属性ですね。3つもついてるんですよね。奉仕塔、五雷、流星塔ですね。
で、この海外のアカウント言うたら、報酬をね、中に入れてる人が少なかったりする代わりにですね、ご来も結構中に入れてる人が多いんですよね。そうなってくると、こう自爆属性によってポンコ兵がたくさん死んでしまうんですよね。で、こう武将で壊すにしても中の方の方はなかなか壊しにくいですから、結局その自爆属性をしっかり見ていないことによって、まあ、失敗ということがまあまああるので、まあ、油断ならないと言いますかね、最後まで慎重に攻めていけたらなと思います。もう塔はないので、あとは流星堂と五雷ですねに、こう屯高兵がやられないようにという攻めをしたいんですけども、ちょっと上から屯高兵を出しすぎてますよね。これで3体死んでます。ちょっともったいなかったですね。で、下の右下の五雷にもこれ屯高兵2つほどやられそうですけどね。これ見てんのかな、これ忘れてるんじゃないですかね。今こう五雷を叩いてる屯高兵が1体じゃないの、これはまあしょうがないと思うんですけどね。この自爆属性を甘く見ていると後で痛い目に遭いますね。まあ、例えば五雷が3機残っていたとして、全てにまあこうマックスの数5ですかね、屯高兵がかかったとしたら15体死にますからね。手持ちが多分16ぐらいしかないので、そうなると全く壊れないということになりますから、まあ一番にと言うてもええぐらいですね。注意したいとこなんですけども、まあ軍用、これ軍用走破なんで、軍用の時にね、あの防衛状況を見るのって結構面倒くさかったりするんでまあ僕もこう眠たかったりね、あんまりこうやる気がないというか、ダラダラやってる時はあまりこう見ずに攻めたりしてね、大きな失敗をすることになるんですけどもね。はい、そしたらこんな感じでうまく3目取りましたね。はい、こういう陣形なんですけども、中心にね、射撃塔と砲手塔がガチガチに固められてますよね。こういう陣形を見るとね、これ取ったら気持ちいいやろなと思ってちょっとやる気になるんですけども、ただちょっと縦長のね、苦手な陣形なのでどうかなというのはあったんですが、この宝物をね、攻める前に確認すると自爆属性が1個もなかったんですよね。あ、これはひょっとしていけるぞということで、まあ攻めてみたんですけども、長領の位置がどうかな、もうちょっと砲手と直に取れて、ターゲット取れてね、壁が二重に叩けるようなところから出してもよかったかなと思います。主君の出す位置はね、この壁に穴が開いてるところから出しちゃってるんですけども、これはなんか勘ですね。今までどうも壁二重に叩けるところから出していい思い出がなかったので、まあちょっとギャンブルでね、ここから出してみました。まあ結果はそこそこかなというところですね。このスキルで射撃とか3つ壊れるのでだいぶ楽になりましたね。この段階で出てる武将はここまででもうお役御免なんですけども、まあ上の方にね、射撃塔と砲手塔たくさん残ってますけども、こうやって固まって残ってる感じではね、まあ攻めやすいかなというのもあるんですけども、呂布がね、どのくらいの働きをするかですね。この呂布の働きがいまいちだったら、まあ、2枚狙いに切り替えようかなと思っていたところですね、射撃塔2つと砲手塔1つ壊してくれたんですよね。これでまあなんとかなるかなと思ったんですが、まだ射撃塔2つ、これ非常にレベル高いですよね。で、こう攻めながらどうしようかなとかで考えてて、まあ呂蒙でね、壊すよりは
こう直接ターゲットが取れることに気づいたので、トンコヘを55の計10出してね、壊しに行ったんですけどもね、これでまあいけるやろうと、もしいけんかったらもう諦めて2枚狙いだなと思ってたら、まあ、壊れるんですよね。こういう時にやはり自爆属性がないというのは非常に大きいですね。これ射撃筒に自爆属性でもついてようもんならね、多分どうにもならなかったと思うんですけども、これでもう下手なことをしない限りは3枚取れそうだなという感じになってますよね。で、どっから出すかですよね。どの施設が壊れないかと考えた時に、やはり城の左上の何ですかね、これ、同盟軍幕ですね、これが壊れないような気もしたんで、上から龍も出してますね。ここで、主君のスキルを食らうんですけども、まあ問題なしですね。まあ、あら切れましたけど、まあええか、ここまでね、ほぼ最後まで見えたので、こんな感じでね3枚取れました。はい、こういう陣形です。大外を壁で囲っている陣形ですね。最近あまり見かけなくなってしまって残念なんですけどね。自爆属性が宝珠塔と流星堂と五雷宝珠になってますね。援軍を釣り出して処理なんですけども、ここに穴を開けているのをここから将校を出すぞという意思表示ですね。狙うのはこの表意台の右の宝珠塔です。ちょっと深いんでね、出撃させてからスキル発動までの時間をねちょっと取りたいところですけどもね。でこの弓士君はもう言わずもがなですね、ここら辺の施設を狙って、この辺ですねを狙ってるということですね。で長領はここですね、この宝珠塔を狙っているというわけです。さあ証拠届くかな。なんとか届きましたね。で長領も仕事してますね。弓士君も狙った通りの施設は壊れています。で呂布でこの2つの射撃筒を狙っているわけですけども、ここで巨長と、射撃筒が重なりましたよね。なんでスキルを発動するんですけども、巨長を狙わないんですよね。おかしいですよね。スキル範囲内には入ってたと思うんですけども、でこんな感じでね、ほぼ武将だけで外側がだいぶ壊れてますので、もうあの壁に穴開くはあんまり気にせんとね、太平同時に出していってるんですけどね。もう射撃と一機だけなんで、ちょっと陣形次第では一機だけでも残しておくと怖いんですけども、こういうオーストを囲っている陣形ですとね、まあ太平同人が仕事しやすいので、まあなんとかなるかなということですね。まあここからはご両親に近い感じですね。やっぱりやりやすいですね、オーストを囲っている陣形はね。でこの両毛は上のこの宝珠倉庫ですねを狙って出してますね。ここが一番壊れにくいかなと思ったので、という感じで、まあ、3枚取れました。ということで4本立てでお送りいたしました。どうもありがとうございました。